はい、えー、ここのところね、ドラえもんのネタでね、動画を上げることがちょちょっと続いて、で、メッセージいただいたんですけども、まあ、おすすめの回はありますかってことなんでね、ちょっとお話しようと思います。まあ私はね、何だったか、一応ね、探してリンクを下につけておきますけども、のび太の45年後の自分がやってきて、そして45年後で、 のび太が小学校4年とか5年の設定ですからだからもう還暦前ののび太ですよね還暦前ののび太が未来からやってきてで今小学生ののび太と姿形はそのままで中身が入れ替わるっていう一日があるんですよでそれをストーリーにした45年後の自分がやってきたみたいなねまあそんなやつだったと思いますけどこれがねとっても良かったかなとえっとね子供の頃もこれ当然見たんですけども あ早く大人になりたいなと思うのと同時に大人も大変なんだなぐらいにしか思ってなかったのが私が幼い頃見たそのストーリーだったんですよでも今45年後の自分の姿を重ねてみるとねものすごくいい作品だなと思いましたね、えー、当然ですけどももう還暦前ですからこの将来のそののび太ねおじさんになったのび太はもしかしたらお母さんを亡くされてるのかもしれないですね で、お父さんんはままだだ多分生きてるんだろうなと思います。そんな設定が垣間見えるんですけどもまあ中身が小学生になったのび太がですね一日その幼い小学生の姿で過ごさせてもらうんですけどもまあ、お母さんんに説教を浴びるんでで、すよ。でそれがね懐かしくってものすごく説教が楽しくってもっとしてもっとしてみたいな感じになってお母さんがきょトンとしてるみたいなね。で、それから、 あのー、まあお父さんが帰ってくるんですけども、うん、中身の還暦前ののび太よりも年上のあ年下か年下のお父さんが帰ってくるんですよね。でそこに小学生姿ののび太が「お父さんお帰り」みたいな感じで飛びついていくところがなんともじんとくるなっていうのとでそのまま夕食に入るんですけども夕食に入った時ものび太がねママの作ってくれた唐揚げ料理を食べながらこう涙ぐむんですよ美味しすぎる美味しすぎるっつって。 でそこでああもしかしたら亡くなったのかなーっていうふうに、ね、思っちゃったんですけどもねそれからお風呂に入ると、まあ、お父さんの背中を流すんですけどもああ親父の背中ってこういうもんなんだっていうふうにねしみじみくるみたいなところでもこといい話だなーってところがありますね、うんまあ、とにかくね、あのー、やっぱりこう45年後ののび太が自分に重なってああうまくできてるなーと思いましたねでまさににね自分がこういうい 今思いい始めててててるるなななって陣とくるなーっっの重ところですねえそれから先生ですね先生に街、まあ、中で会うんですけども実はあの小学生の頃ののび太が先生に怒られた直後に中身が入れ替わったのび太がその先生に会うんですよ。で先生はそういう事情を知らないんでねあの小学生姿ののび太で中身がもう還暦前ののび太になったんですややこしいですけどもが現れて。 伸びたはああ先生ご無沙汰しますみたいな感じでもう50年45年ぶりですからそうなっちゃうんですよねで大人みたいな挨拶するんですよそしたら先生がまたびっくりして「いやさっき会ったばっかりなんだけどねあーでもさっき説教をね私は言い過ぎたかなーと思うんだよでも君のためなんだからね」っていう風に先生が冷静に言うとその小学生姿の還暦前ののび太が「分かってます本当ありがとうございます、えー、これからもどんどん叱ってくださいもっと宿題たくさん出してください」っていう風に感激してるんですよね <laughs> でそういう姿を、えー、姿形は還暦前だけどもおじさんだけども中身は小学生ののび太が見てちょっと冗談やめてよみたいな感じでね心配してるてところもなんかその喜劇なんですよ何かのび太目線から見ると笑えるんだけども還暦前ののび太目線で見ると一つ一つがもうね涙をそそるなんかその男はつらいの寅さんみたいな要素が結構入ってるなと、うん、同じ画面なんだけども見る人によっては笑い見る人によってはもう 哀愁みたいなね、うん。懐かしさとか切なさが込み上げてくるみたいなところですね。で、あとね、のび太が、小学生姿で還暦ののび太が、ジャイアント・スネ夫に、こう、野球に誘われるんですよね。で、当然、中身は大人だけども、結局、運動神経、野球のセンスは育たないまんま、あの、バッターボックスに立つ、そして守備をするんですよ。さやっぱり失敗ばっかりしてね、のび太と、 あの、のび太が試合後にジャイアントスネオにギタギタにされるんですけども、それすら感動して、いや、久しぶりにやられたよって、これからも頑張ってくれって感じで、去っていくんですよね、うん。なんか、いい話だなと思ったんで、ぜひね、動画概要欄から見ちゃってください。それでは。